皆さんおはようございます。ユニタイムズのお時間です。どうもこんにちは。ユニタイムズの時間です。はい、ユニタイムズ始まりました。今日は第178回目です。はい、今日のねユニタイムズからの希望のニュースはですね、全世界にベーシックインカム導入ということでね。うん。もう本当希望に溢れるニュースですけどね。はい。はい。じゃあ、行きましょうかね。そうですね。うん、はい。ベーシックインカム。皆さん、この言葉はもうご存知かなと思うんですけども。そうですね。ユニタイムズでも何度か言ってるんですけど、もしかしたらまだ今回初めての方もいらっしゃるかもわかんないんで、簡単にお茶ん説明してもらえますか。うん、そうですね。まあ、一言言ったら、ベーシックなインカムということなんですけどもね。うん、大変何なんだってことですけど。そうですね。今のそうですね、例えば日本にあれは生活保護法っていうのがあって、はい、生活保護費っていうのありますよね。はい。まあ、言ったら、ああいう感じのもんですね。うんうん、まあ、日本で、まあ、一人が、あるいは二人が、では、この、何家族、家族何人とかね、それによって、ま、いろいろこの、得られる、その、あれはなんていうか、資金提供っていうんですか、うん、違うんですけども、まあ、とにかく、ある一定の基準があって、これだけは、生活するのに必要だろうっていう、ベースになる金額、あるいは、その収入って言っていいのかな、ものが、ま、提供されるっていうのが、まあ、このベーシックインカムっていう制度ですよね。うん、うん。そうですね。はい。まあ、このことに関してはね、これまでいろんなね、賛否両論もあってね、言われてきたんですけれども、はい。で、実際に導入するやしないや、みたいな感じでね。うん、で、まあ、ユニタイムズ的な観点で、言うとですね、まあ、その段階的にはまず、お金がなくなっていくというよりは、それよりまず先に、全世界、まあ人類が、その、生活レベルっていうのをまず一定化させていく。まああるいは貧困をなくしていくっていう、うん、そういうところに、進んでいくわけですよね。あ、今聞いたら、こう、夢のような話やと、皆さん結構思ってると思うんですけど。そうですね。そんなことあるだろうかっていうね。ね、もう今からとか、まあ、まあそうですね、今から考えたら、想像がなかなかできないんじゃないかなと思うんですけどね。うん。ただ、本当にそれこそ見方を変えれば、もう、やってるわけですよね、これはね。先ほど言った生活保護法っていう中でね。ああ、そうか。はい。うん。実際にやっているわけですよね。うんうんうん、ただまあ、やってるんだけども、その資金源、それのね、財源っていうか、まあ、それが結構厳しかったりとかしてね。うん、で、まあ、廃止というよりも減額したりとかっていうようなことがあったりとかね、なってるんですけれども、はい。まあ、実際にも行われてることが、それが全国民的な規模で、まあ、行われるっていうことが、まあ、今回のね、ニュースの内容なんですけども。まあ、今生活保護は確か税金ですよね、あれ。まあ、ほぼ税金っていう感じですね。で、なのでなんかこう、俺たちが、なんか、養ってるようなもんだ、みたいな感じで、結構批判してる人もいるじゃないですか。そうですね。まあ、だから、そういう人がいると、もう絶対にそういう制度っていうのは、まあ、根付かないというか、と思うんですけどね。うんうん、まあ、確かにそういうのありますよね。はい。まあ、言ったら、働かざる者食うべからずっていう、まあ、考え方っていうのもあるんでしょうけれどね。ああ、そうか。うんうんうん、まあ、そんなことはさておいていいのかどうかわかりませんけれども。まあ、資金に関してはね、まあ、とりあえず、なんていうんですかね、楽観的な展望で、いくつかちょっと、言っちゃうと、まあ、そっからさっき言っていいのかどうかわかりませんけど、はい。まあ、やはり、日本にもですね、大手企業
だけではなくて、まあ、財閥とか言われるような人たちとかね、うんうんうん、あるいはその高所得者って言われるような人たちが、うん、まあ、いるわけですよ、たくさん。いますね、はい。ね、そういう人たちに、ちょっとこのね、目線を変えていただきたいなっていうことをですね、このネットを通じて、ちょっと発信していきたいっていうか、発信しておりますけれども。そうですよね。まあ、霊界にお金は持っていけないですからね。うん。まあ、本当にそうですしね。で、まあ、霊界って話が出たからあれですけども、本当に今後ね、まあ、将来においてですけれどもね、世の中のこの歴史に名を残す人たちっていうのか、うんうんうん、語り継がれていく人たちっていうのかね、うんうん、いわゆるその財閥であればあるほどね、はい、なんて言われるかって言ったら、こんなに強欲な人たちが生きていたんだなっていうふうにね、あ、まあ、言われる時代が来るわけですよ。あ、うん、共にみんなが助け合う世の中が出来上がった暁にはっていうかね、うんうんうん、なんであんなことができたんだろうか、ぐらいな感じで。うん。うん、これは、でも結構皆さん想像できるんじゃないですかね。まあ想像できればね、ありがたいというか、なんていうかね。うん。で、まあそんな話なんですけれどもね、はい、それと同時に、今本当に増税が始まってね。そうですね。はい。まあ目には見えてない、あるいはそのメディアも報道しないっていう中で、それこそ今日生きていくっていう上で、もう、なんて、瀕死の状態っていうんですかね。うん。もう実際に、日に日に、そういう人たちが生まれてるわけですよね。そうですよ。本当にいますからね。うん、本当にいます。うん、はい。うん、それをね、早くなんとかしないといけないなっていうことをね、うん、まあこういった放送を通じて、ちょっと皆さんに、声をかけていきたいというのか。そうですね。うん、呼びかけていきたいというかね。うん。だから、ね、おちゃん。はい。私を、まずなんとかしてくれっていう人もいるかもわかんないですよ。ああ、もちろんそういう人もいるでしょうね。うん。うん、ただ、そういう人がね、本当にもう何千何万っていう中でね、もうおっちゃんとかお兄ちゃん二人でどうすることもできないのでね。やはり基本的にはまずやっぱり食べることでしょう。そうですね。なのでね、そういう人たちは当然こういう放送を聞くこともないでしょうしね。それだから、じゃあどうしたらいいんだっていうようなことを本当に真剣に考えつつですね。はい。全国のいろんな地域でね。はい。まあ、いわゆるその昔言った、あったその駆け込み寺みたいなね。ああ。うん。そういう拠点をね、作っていかないといけないんじゃないかなと思うんですね。そうですね。うん。でね、駆け込み寺でしょ？駆け込み寺ね。はい、全国にはたくさんのお寺があるわけですよ。はい。お寺をそういう拠点にしちゃおう大会みたいなね。ああ、面白いですね。うん。いや、本当に、お寺さんっていうのは、やっぱり世の中のためにあるわけだからね。うん、うん。うん。まずそういうところで、雨風しのぐ、そういう場所を提供していただいて。うん、うん。そして、まあそこでね、ちょっとこの神職を共にしながらみたいな。うん、ただそれを全面お寺さんに、お願いするっていうのはちょっとやっぱり酷かもしれないのでね。うん、そこに、いわゆる、資金は、イルミナティが提供っていう、そういう形でね、うん、いけるように、そういういろんな企画とかね、考えっていうかアイディアを出し合って、で行きたいなと思うんですよ。そうですね。うん、まあ本来お寺っていうのはそういう場所ですからね。そうですよね。だから駆け込み寺っていう言葉ができたぐらいですからね。うん、実際そういうふうなことをやってるお寺もあることはあるんですよね。うん、ありますね、実際にね。で、それは、実は僕の親友のお寺もそうだったりするんですけど、行ったら、無料でね、誰でも無料で
あの、おうどんを、あの、接待してもらえるっていうね。うんうん。で、休みたかったら、休むところも、その、お寺の中に施設としてあるというね。うんうん。まあ、大きいお寺なんですけど、はいはい、本来そういう役割がある場所だと思うんですよね。うんうん。そうですね。ところが、ね、本当になんかこう、そうじゃないところも、やっぱり、多数あるわけで。うんうん。皆さんが、そういうなんか、ちょっと改心って言ったら、ちょっと偉そうですけど、ちょっと考え方を変えてもらったらね。うん。うん、場所はいっぱいあるんだから、あとは、本当に気持ち次第ですからね。そうですね。だからそういうこの公共的な場所として使えるようなところをね、まあもちろんあのお寺だけじゃなくて、うん、その国営のいろんなその住宅とかも結構余っているわけですからね。そうですね、うん。とにかく住むところはそういったところで、なんとかちょっと確保していただいて、うんうんうん、であとは食べることとかっていうのはやっぱり、皆さんでっていうか僕らがね、うんうんうん、少しずつでもいろんな形で、提供しながらというか、うんうんうん、その力を出し合ってね、うんうんうん、そういう人たちを、まずはなんとかちょっとこの、支えていこうという、はい、うん、そういうちょっとこの、運動といいますか、動きを始めていけれるようにですね、うん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 、まずはちょっとこう、それを考えたりとかするための、やっぱり、ユニタイムズスタッフをね。そうですね。うん。もう早くちょっと集まっていただきたいなっていうかね。そうですね。やっぱり一人、二人、三人、四人、五人、六人では、やっぱりできることっていうのは限られてますからね。うん。ねえ。だから今、自分たちがこう食べれてる人っていうのは多分そういうことって実感湧かないかもしれないけれどね。そうですね。実際にいるんだっていうことで。で、別に何もそのスタッフとかってね、堅苦しく考えなくてもいいですよね、これね。うんうんうん。とにかく一緒にやっていこうよっていう形で、まあ連絡を取り合う、取り合えるっていうか、うんうんうん、そういう次元でいいんじゃないですかね。そうですね。うん、あとはまあなんかそういう困った人たちを助けたいとか、うん、弱った人たちの力になりたいとか、うん、なんかそういうふうに思う、てる人とかでもいいんじゃないかな。まあ、特に何かをするっていうよりも先に気持ちから入っても全然ありやと思いますけどね。そうですね。はい。そして、本当にそれこそ長者番付にね、名前が載るような方はですね、うん、もう率先してそのムーブメントというかそこに巻き込んでいけるようにね、うんうんうん、あるいは巻き込んでいこうじゃないかっていう感じで進んでいきたいなと思います。そうですね。はい。ということで、まあ、今回の希望ニュース、まあ、以上、まあ、希望ニュースっていうよりも、希望ニュースでいいのかな。うん、そうですね。うん、ベーシックインカム、全世界に導入ですからね。はい。だから、まず日本は先駆けでね。そうですね。それの見本みたいなものをちょっとね、うんうん。うん。やっていきましょう。はい。はい。そうですね。もう、ひな形は、できてるわけですから、その生活保護という形でね。うん。あとは、中身をちょっと、変えたら、それだけでもう、素晴らしいシステムが出来上がるんじゃないかなとは思うんですけどね。はい。まあ、もちろん、細かな、決まり事っていうか、必要だとは思いますけどもね。それはもう、これからっていうことで。まあ、そうですね。はい。人間の意識もね、もっと、変わっていかなあかんような気もしますけどね。そうですね。うん、はい。まあ、今日のね、希望のニュースは、ユニタイムズからの希望のニュースは、これで終わりたいと思います。またその希望のニュースに関しての、まあ、ご質問とか、まあ、感想とかね、ありましたら、いつでも、お電話ください。はい。宛先は、info@unimix.jp。info@unimix.jp までお願いします。はい。それじゃあ、178回、今日はこの辺で終わりたいと思います。また、次回お会いしましょう。皆さん、さよなら。どうも、さよなら。